の収録風景レオザライオンはハリウッドの映画会社メトロゴールドウィン・メイヤーが使用しているオープニングロゴの愛称およびその前身であるゴールドウィン・ピクチャーズが使用していたロゴの愛称であるこのロゴはフィルムでかたどられたアーチの中にライオンが一致するというものであり1916年のゴールドウィン・ピクチャーズ時代から大まかなデザインはほとんど変わっていないそのため パロディーとして使われることも多々ある。例えば、チャック・ジョーン好きのトムとジェリーでは、ライオンの代わりにトムが吠えている。ライオンを囲むリボンには、芸術のための芸術のラテン語表記、アルス・グレーシア・アーティスの文字が入っている。工術の写掌も同様である。創業開始当初のロゴで、1924年から1928年まで使用された。設立当時は、 サイレント映画が主流だったため、口述する他のライオンとは異なり、口述する静止外では唯一吠えないライオンのロゴである。トーキー映画が主流になってきたため、それに合わせて初めて吠えたライオンのロゴである。1928年から1956年にかけ、主にモノクロ映画に使用された。実写映画では、ブロードウェイメロディー、オズの魔法師、 哀愁などアニメーション映画ではカエルのフリップなどのアブアイワークス制作の短編アニメーション映画などで主に使用された。テクニカラー二色砲に対応したロゴで1928年から1932年まで使用された。しかし、モノクロのものもあり、こちらはカラー版の吠えるところをカットしただけのものである。前述した三代目と同じく テクニカラー二式法に対応したロゴで実写映画では1932年から1934年、アニメーション映画では1932年から1935年まで使用された。しかし、方向はヒュー・ハーマンとルドルフ・アイジングが制作していたハッピー・ハーモニーズのみ、口述する5代目のロゴになった後も使われ続けた。 テクニカラー3式法に対応して使われたロゴで、実写映画では1934年から1956年にかけて、アニメーション映画では1935年から1958年、1963年から1967年にかけて使用された。トムとジェリーやテックス・アペリー製作のアニメーション映画でおなじみのロゴであるが、様々なバージョンがある。 実写映画では、若草の頃、怒りをあげて、パリのアメリカ人、雨に歌えば、などのミュージカル映画で、主に使用された。カラー版の他に、モノクロ版もあるが、方向が異なる。1956年に実写映画では使用されなく、なり、工述する6代目のロゴに変わるが、アニメーション映画では、スタジオが閉鎖された、翌年の1958年まで使用された。また、 方向は、ロゴが変更された後も、1982年に MGM が、ゆな、1956年から1958年に、かけ、実写映画のみに使用されたロゴ。方向は2種類あるが、いずれも5代目のものを流用していた。1958年現在にかけて使用されている、ロゴである。方向は、1982年に UA を、 九州合併して MGMUA が発足するまでは、六代目と同じく五代目のものを流用していたが、UA を九州合併してから変わった。方向が三度のものと二度のものがあるが、二度のものは三度のものの最初の部分をカットしただけである。1982年の MGMUA 発足まで使われていた車掌は地面に伏せたライオンの横姿が、 オープニングロゴにあるリボンで囲まれ、その下に A メトロゴールドウィン、メイヤピクチャーの文字が入り、さらにその両脇にトーチが配されている。この写真はほとんどの作品のオープニングタイトルやエンドロールに入っていた。MGM カメラ65で撮影された愛情の花咲く木、ベンハート、MGM カメラ65の光景であるウルトラパナビジョン70で撮影された戦艦、 バウンティでは、7代目、レオのバージョンを静止させたロゴになっており、当然方向はない。ザ・サブジェクト・アズ・ローゼイズと、2001年宇宙の旅の2作品のみ、青いバックに丸いライオンの衣装、A メトロ・ゴールドウィン・メイヤーではなく、単に、MGM とだけ書かれたロゴが使用された。ありがとうございます。